へえ、こうやって食べるんだ、うまいな。今も泣きそう、本当に。マジで。はい、本日のラインナップをご紹介します。山芋ときゅうりの浅漬け、サーモンとアボカド、そしてハマチのカルパッチョ、コンビーフのユッケ風、エビとイカのグラタンと、このようなラインナップになっております。どうも、バーマーモスの田中です。というわけで今日はですね、6月の20日、日曜日夜の10時ということでね、ようやく今からご飯にありつくわけなんですけれど、そうです、今日日曜日ですので、日曜日恒例となっております、一人飲み会を開催いたします。お腹減りましたよ、今日もね。今日もお疲れ様でした。いただきます。まあ、今日はね、あまり時間がありませんでしたのでね、浅漬けの素を使ってね、漬けました。楽ですよね、これは。いただきます。山芋、うん、うまっ。きゅうりもね、先ほどちょっと実家に帰ったんですけど、今日採れたきゅうりです。うん、甘い。もう香りがね、スイカですよ、もう。一応ね、カルパッチョのつもりなんですけど、その盛り付け下手くそですいませんけど、まあね、刺身の盛り合わせあったんですけどね、もうしょっちゅう食べてね、いつも刺身醤油で食べてるんで、今日はこのカルパッチョ風ですよね。毎度ね、言っておりますように、このオリーブオイルとレモン汁と岩塩の組み合わせも最強ですね。これ何にでも使えます。いただきます。そうそう、ほんとうまい。ハマチなんかもこれでいけるんですよ、うん、うまい、うん。アボカドとサーモンの組み合わせがね、もう本当に毎度毎度美味しすぎて、でね、このハマチなんか、これ結構ね、もう8時に買ったやつで、色的に美味しくなさそうだったんですよね。まあ、そういうのね、刺身醤油で食べるより、こういう風にしてね、カルパッチョ風にして食べると生臭さがなんか消えるので美味しいんですよ、うん。これですよ、コンビーフの似たようなんですけど、値段がだいぶ安いやつなんですよ。まあでも味はほとんどコンビーフなんですけどね、まあ、それにいろいろちょっと調味料を入れてユッケ風にしてるんですね。で、まあ、これ卵黄をね、潰しますね。この卵黄を潰すシリーズはもう間違いがないんですよね。いやー、しかしこれ初めて食べるな。ニューコンミートっていう在庫がなんか大量に出てきましてね、なんか買ってたんでしょうね、大量に。ちょっと使おうと思って。いただきます。あほー、なるほど、これもユッケ風ですよ、確かに。あ、うまい。ちょっときゅうりも一緒に食べよう。うまい。これはね、つまみにちょうどいいですよ。そうですね、ビールとかによく合いそう、これ。おいしい。コンビーフ食べます？皆さん。僕はあんまり食べないんですけどね、何気に高いですからね。でもこのニューコンミートっていうやつは、そのなんかね、安かったですよね。で、なんか日本全国今なんか複雑なことになってますね、飲食店が。なんか何人までとか、え、何時以降までは酒の提供 OK だとか、なんかそういう風になってるんでしょ、今。緊急事態宣言を解除されたばかりのようなところはですね、めんどくさいっすよね。でもそれは本当あれですか、それまたお金もらうパターンなんですかね。もう全然知らないんですけど、他県のことは。もうこっちはね、相変わらずもう全然どうぞご自由にみたいな感じでしてね。まあでもお客さん全然少ない状況だったんですけど、ただね、思うんですけど、もう相当皆さんね、心折れてる頃だと思うんですよ。もうやる気、モチベーションの問題ですよね。モチベーションがもう落ちていったりとか、もうやる気損なったりですね。で、多分その解除されたとか、なんかいろんな動きあったとしても、そんなお客さん一気に戻ってこないじゃないですか。まあ、そんなわけで、こっちなんかもね、もう特にこの第4波が一番きつくって、めちゃくちゃもう赤字なんですけど、でもまあほら、店を閉めるっていう選択肢は一切ないのでね、とりあえず開けて頑張ってるわけなんですけれど、で、まあ絶望の淵でね、
毎日営業してるわけなんですけど、ところがですよ、ちょっと今週はね、平日もぼちぼちお客様が戻ってきてる感じになりまして、極めつけが金曜日ですね、この間の週末の金曜日に、最近長らく見てなかった団体様で、要は4人組とか5人組とかがちょっと見えられるようになったんですよ。で、金曜日がそこそこ忙しくて、あ、なんか久しぶりに仕事頑張ったなみたいな感じだったんですよ。そしたらもう昨日の土曜日ですよ、いきなりもう18人とかから始まりましてね、その後も10人とか6人とか4人みたいな感じでバンバンバン、まあ、そういうね、団体様がすごく来られまして、え、いつ以来っていうぐらいめちゃくちゃね、来ていただいたんですよ。ほんでもう僕も長らくね、仕事という仕事してない感じだったので、なんか久しぶりにもうクタクタなりましてね、朝4時ぐらいまで仕事しまして、ちょっと嫌みったらしいかもわかりませんけど、この心地よさですよ。もうちょっとね、涙出そうになりました。途中で最初18人ですよ、その後10人とかね、なんかそんな感じで気持ちがもうルンルンなんですよ。つくづく思いますね、やっぱり忙しさ、たくさんのお客様来てもらうと、そしてね、たくさん飲み物注文してもらってね、そう、忙しさこそがね、もう活力なんだなとね、つくづく思いましたよ。昨日は本当に気持ちよかったですね。久しぶりに結構売り上げいったんですよ、これこれって思いながら。じゃーん、こうやってね、これ要するにそのワインベースのカクテルを作るときにね、使っております、このカルロロッシというね、箱なんですけど、これちょっと開封してね、結構もう火が経ってますので、飲み切りたいと思いましてね、ここをね、こうピュッてこう押すとね、ジャーって出てくるんですよ。分かりやすくしましょうか、こうやってジャーって。というわけで入れすぎましたけど、白ワインをいただきます。おいしい、うん、ずーっとだって暇だったわけでしょ。もうなんかね、もう本当に見捨てられてる気持ちになるんですよ。どうせもううちのことなんかみんな忘れてるんだろうなとか、もう二度戻ってこないのかななんてね、考えてたんですけど、なんかすごくね、久しぶりに来られたカップルだったりとかね、なんかある方は、いやもうこのコロナ禍でこうやって飲みに来たのもう1年ぶりぐらいですとかね、いう方もいらっしゃいましたし、そもそもそうやってね、団体の方が戻ってきていただいた、もうそういうね、なんか活気づいてる姿を見てね、もう本当ね、もうちょっと泣きそうになりましたね。前も言ったことあるんですけど、たったこのね、1、2回の出来事、もうこの忙しいことでもう希望が持てるわけじゃないですか。これが最大のね、潤滑になるんですよ。これがあるからこそ、あ、我慢しててよかったと、ね、これからはきっとたくさんお客さん戻ってきてくれるはずだっていうね、そういうカンフル剤になるんですよね。でもね、本当思いましたよ、その久しぶりのお忙しいでしょ。だからね、なんかこう体がついていかないっていうか、感覚がついていかないっていうかね、前までならこのぐらいの売り上げ全然もうパッパッパッとやってたのにみたいなことですけど、やっぱりちょっと動きが鈍ってますよね。エビとイカのグラタンもちょっといただきますよ。これどんな感じだろう、なんか美味しくなさそう。いただきます。あ、でもなんかめっちゃ、あ、イカの匂いがすごい。あれ、美味しいかも。いただきます。あ、美味しい。ちょっと牛乳の量を間違えたりして、クリーミーさはないんですけど、ただイカとエビが思いのほか合う。めっちゃうまい。これもうちょっと潤いが欲しかったですけどね。どうしても今日はですね、白ワインを大量に消化したくて、ワインに合うようなね、おつまみを考えたんですよ。で、ですね、コロナ禍がですよ、要はまあコロナに入りまして1年2ヶ月ぐらいですかね。その期間、ね、このうち40席ぐらいあるんですよ。で、ここがね、結構埋まるってことはほとんどなかったわけですよ。っていうのも、その第1波、第2波、第3波、それぞれ終わりかけぐらいの頃にね、なんか団体様が入っていただいたことありましたけど、ほとんどね、もう埋まることなかったんですよ、この1年2ヶ月ぐらいですね。もうカウンターだけでことが済むような、カウンター10席なんですけどね、それだけでことが済むぐらいのレベルですよ。でもこのね、期間ずっとこの家賃払い続けてるわけですよ。もうほとんどそっち使ってないのに、使ってないこともないけど、まあ埋まることないのにね。だからね、まあまあ僕はこの店はね、もう自分の子供と思ってるわけですから、手放すことなんか一切考えませんけど、ただ
このコロナ期間中に関してはやっぱりこう、いやこれ店のスペース半分でいいのにな、とだから家賃半分にしてもらえないかなとかね、やっぱりその狭い店舗の人はラッキーだったよねなんてこう考えてたんですよ、ぶっちゃけ。でもね、昨日一昨日思いましたね、もう一気にこの団体さんがバーバーってこう来始めたわけですよ。それって言えばうちのねお店の底力じゃないですか、まあ、この店舗の広さありきのことでしょ。やっぱりでっかい店舗でよかったなと思うわけですよね。そういう時に一気にこう売り上げ上がるわけですよ。まあまあいやらしい話ですけど、思い起こせばね、ここ20年間ここをやってこれたのもこの広かったからっていうのは絶対ですよ。多分売り上げのね8割ぐらいは団体様なんですよね、ということを久しぶりに思い出したって感じですね。マジちょっと涙出そうになりましたよ、もうこの久しぶりの充実感にですね。やっててアドレナリンがすごいんですよ、俺なんて楽しい仕事してるんだろうみたいな忙しい時って楽しいんですよね。このコロナ禍に、ね、始められた方が結構ね、僕の視聴者さんでも多くいらっしゃいますけれど、そういう商売の醍醐味をね分からないですよね。当然その多分暇でしょうよ。でも言いたいんですよ、本来は忙しいんですよ。本来はバーっていうのは需要がすごくあるんですよ。その喜びを知っていただきたい。もうちょっとの辛抱ですよ。ねえ、その緊急事態宣言下でね、なかなか通常営業できない方多くいらっしゃると思うんですけれど、ね、そのモチベーションも維持するのはもう超大変だということはもうよくわかります。僕も大変でしたよ。ていうかみんな大変ですよね。モチベーションをこの維持、だってもうまともに仕事してない人がほとんどじゃないですか、飲食店の人って。でも本当僕実感したんですよ、やっぱこうやってねお客様がこう一時的かも分かりませんけど戻ってきていただいてることでね、このね1回2回の出来事でもう1年頑張れる感じですよ、本当に。今も泣きそう。まあ、ですからね、長らく通常の営業できてない皆様とか、なんか久しぶりに営業するとかね、なんかそういう方ばっかりだと思うんですけれど、言いたいです。もう大丈夫です。絶対お客様戻ってきてもらいます。それでね、まあ、戻ってきてもらう、一度でも戻ってきてもらったらね、やっぱり将来のたったその一日だけかもしれないですよ。ほんのなんか一週間だけかもしれないけど、たったそれだけのことでね、もう十分な栄養をもらえるって感じですね。あかん、もうどんどんな、なんやかんやでこう泣きそうになるわ。昔ガンダムにねガンキャノンって言いましたよね。こんな感じですよね。こうしてこうし、足りん、もうちょっと食べたい。いただきます。我ながら激うま、うま、自分で作って自分で絶賛めっちゃうま、いっぱいいける。じゃあうますぎやろこれパスタ。というわけで今日も無事完食いたしました。まったな今日。そんなわけでですね、まあ緊急事態宣言解除されたりとかね、いろんな規制があってややこしいね、規制とかって本当めんどくさいでしょうけどね、まあいろんな障害とかもあると思うんですけれどね、僕は今日一番言いたかったのは、僕もだもう本当メンタルもギリギリのとこだったんですよ。もう腐りかけてたんですけどね、なんかたかだかここのね2日間の週末忙しかっただけ、もうたったそれだけでもね十分すぎるぐらいのカンフル剤になったということですよ。もう最高のサプリメントになったということです。皆さんのねお店も絶対そうなると思います。というわけでね、これからお客さん来るのかな不安だなっていう方もいらっしゃると思いますし、もうね絶望の淵に立たされてる方もいらっしゃると思うんですけどね、大丈夫です。帰ってくるなってもう本当にね僕はもう実感しました。特にねこの僕のまもやチャンネル見ていただいている飲食店の皆さんですね、全然もう希望持てますよ。マジで未来は明るいです。
今日はね、そんなお話をしてみました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも今日もご視聴ありがとうございました。